はいどうも皆さん、晩おはにちは、いすげです。ということで今回もザ・サイクル・フロンティアやっていきたいと思います。はい、ちなみにこのゲーム Steam でね、無料で、基本無料でね、はい、誰でもできるゲームですので、はい、ゲーム機 PC とか、まあ動ける PC を持ってる人はぜひね、興味本位で手出してみるといいかと思います。はい、ということで今回は初心者講座第1弾、お金の稼ぎ方ということでやっていきたいと思います。はい、まあ、がっつり稼ぐとかではなくて、まあ、初心者さんって多分ですけど、多分っていうか基本やられると思うんですよね。はい、まあなんか野生の動物とかに戦ってると後ろから撃たれたりしてやられたりすると思いますが、はい、でどうなるかって言ったらお金がなくなるんですよね。そうで、お金がなくなるんで、そのお金の稼ぎ方、簡単なお金の稼ぎ方を今回はご紹介していきたいと思います。まあ簡潔にどうすればいいのかっていうと、動物を飼ってください。はい、まあ今さっき言った通り、動物飼ると敵にもやられちゃうんですけどね、プレイヤーにも。はい、なんで今回実際イスギがその生き物を借りに行って脱出するところまでやっていきたいと思います。で、そのちなみになんですが、その動物たちの値段をね、ちょっと調べたんで、こちら見てもらいましょう。はい、ということで、まずね、簡単なマップって2つあるんですよね。はい、まあ簡単な方のマップしか伊勢はちょっとわかんないんですけど、一番高いのがこれ、ストライダーの首ですね。これ確かね、6000ぐらい、約6000ぐらいします。非常に高いけど、全然出ないです。はい。で、次に高いのが、ラトラーの目ですね。こちらラトラーの目っていう、ラトラーっていうあの昆虫みたいな、はい、すげえ硬いやついるじゃないですか、強いやつ。そう、まあ、もっと強いのいるんですけど、まあ、そいつはもう倒せないんで、これラトラーぐらいならね、初心者さんでも全然倒せますので。はい、でちなみにこの目一つね、1500で売れます。はい、非常に高いです。ですがね、これもね、あんまり出ないですね。そんな出るかって言ったらあんまり出ないけど、まあ、倒してたらちょこちょこ出ます。で次、ラトラーの皮ですね。これはラトラ倒すと、まあ、必ず出るっていうぐらいの、はい、アイテムでございます。まあこのラトラの皮かラトラの目しか出ないんで、まあ、ラトラはもう見つけたら買ってもいいかもしれません。まあ、ただ硬いんでね、周りに敵がいないことだけを確認して戦うのが吉ですね。でちなみに値段なんですけど、675円です。円ではないけど675ですね。でその次に同じ値段なのが、このストライダーの肉。そう、このストライダーの肉っていうのは、このラトラーの目ぐらいの落ち方ですね。まあ、ストライダーっていうあの恐竜、ちっちゃい恐竜みたいなやつがいますが、はい、そいつのレア素材、まあ、一番レアなのが頭なんですけど、はい、で、まあ、2番目がストライダーの肉で、で普通に出るのがこちら、尾骨ですね。まあ、ストライダーの尾骨なんですけど、これがですね、1個300なんですよね。まあ、でも倒すと必ず出るんで、でしかもストライダーってすごいいっぱいいるんですよね。だからもう初心者の方たちはね、このストライダーを狩るだけでも全然お金になりますので、はい、ちなみに狩り方なんですけど、ショットガン1発、スナイパー1発、あとは格闘があるんですけど、ナイフ格闘みたいな。で、左クリックで溜めてスパンと。できると一撃で倒せますんで、あと音も出ないんでね、これおすすめです。後でご紹介いたします。まあこんなもんですね。まあ他にも鉱石とかもありますが、まあちょっと説明しますと、この鉱石、タイタン鉱石が1個570円で売れます。はい、まあ、ですがそこまでないので、あんまりおすすめではないですね。まあ、ただ鉱石、赤い鉱石があったら掘ってみるといいかもしれません。緑の方はね、結構安くてね、これ150ですね。まあ150なんですけど、緑のやつを掘ってると、このアルタードニッケルっていうのが出るんで、緑のやつを全然掘っていくのありですね。これはね、プリント素材って言って、アーマーとかね、カバンとか作る時とかに結構使った記憶があるんで、これ取っとくのは全然ありです。はい、でちょっと話が長くなりましたが、まあ、とりあえず今回はこのトレンチガン、ショットガンをメインにね、どんどん買っていきたいと思います。ラトラーとストライダーですね。で、このスクラッパーの方は、まあ、補助ですね。PVP が始まった時にこれで戦いたいと思います。まあ、ショットガンでも全然強いんですけど、まあ、ちょっとした距離ある場合だと、
ぱ SMG とか AR の方が基本強いんでね。はい。でまあ初心者さんはみんなこういう装備だと思いますので、装備の方もこれでやっていきます。カバンも一番ちっちゃいやつですね。でこれ簡易キット持ってますが正直いらないかな。うん、このスイーパック5個あればいいと思います。基本絡まれたらもう死んじゃうからね。シールドとかあの弱いんで、緑とかじゃないと基本やられちゃうんで、はい。まあ、ということでこの装備でラトラストライダー狩り行ってみよう。さあ到着でございます。で着いたらもうそこで走ってください。もしかしたら撃たれるかもしれないからね、走るのをおすすめいたします。さあということでストライダーたちを買っていきたいのですけど、なんかいいもんゲット、いいか、今回ストライダーだけ取りに、ん？ SOS サインだ。はい、こんなところにね SOS サインのクエストのやつがありました。ぜひそのクエストある方はここですね、浄水場の下の方にあるっぽいです。ストライダーじゃラトラーか。さあラトラーがいますが、ちょっと待って、そこ船来てるな。あ、出てったか。オッケーオッケー。ラトラーはね基本ショットガン4発で倒せますので、はい、ちょっと食らっちゃいましたが、まあ、こういう感じで確実に皮が出ますので、で撃ったらもうそこで逃げてください。素材を拾ったらね、じゃないとプレイヤーに囲まれます。これが立ち回りですね。結構あの初心者の方たちって戦ったらずっと結構その場にいがちなんですよね。その場にいると、まあ、椅子毛とかだとね上とか高所から2倍スコープで見て撃っちゃうんですよね。そうなので戦ったら、戦闘を行ったらもうすぐ逃げることを心がけましょう。ラトラーがいますね。戦ったらすぐ逃げる。さあこの場所は結構ね上から撃ってきたりするので、上にまずは敵がいないかを確認した方がいいですね。さあラトラーがいて、ここに獣がいるんですけど、こいつはねこれで一撃なんで、で今ラトラーは放っておきましょう。まあ、ストライダー買っててもいいかもね。よいしょ。でラトラーちょうど2体いるんで、1、2、3、4でリロードしつつ、でれれれれれ、おえー、あ悪い夢でも見てたようだ。いやなんかねあのカマキリにやられたような気がしたんですけど、いや気のせいだよね。うん、きっと気のせいだ。うん、よいしょー、悪い夢でも見てたようだ。パート2。さあ、いやーやっぱねこういうゲームっていうのは、こいつはこうこう、おお、ストライダーの首めっちゃ当たり、6000円ゲット。やったね。
ストライダーの首入らないんだよな。くそやってんね。あ、いた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 。ああいう人は結構枯れるんで。バレた。一旦逃げるか吉。今のはね、敵が高所にいたんで攻めるのは良くないですね。さてさて、これラトラでやってる間に来そうだな。どうしようかな。後ろに敵がいたんで、まあいっか。一旦逃げて。なんかいそうだけどね。ということで帰りましょう。あ、ここにいればね、多分気づかれないと思うんで。で、脱出の時なんですけど、まあ、船が来て赤くなるじゃないですか。で、赤くなった時、あの今脱出船接近中のところに、ね、ゲージが出るんですよね。で、赤いゲージが満タンになったら出発なんで、そう、それを見つつ行けば。でもまあ秒数で言うと、まあ、10秒以内、赤くなって10秒以内に入れば、入っておけば脱出できます。ここからして、ゲージが溜まっていきますと。で、ここでこれで入れば OK。 よーし、うはい、ってことでなかなかのお値段でございます。15,081円、まあ、これが6,000ぐらいなんで、でもそれでも9,000ぐらい、はい、稼いでますんで、まあ全部の装備集めるとショットガンが確か4,000とか、まあ、それぐらいだったと思うんで、まあ、出撃に必要なお金がまあ約5,000ぐらいだとしますと、まあ倍ぐらいはまあ稼げたんじゃないかな。まあストライダーの首がない状態だとして、はい、倍近く、はい、この一周で稼げますので、ぜひね、ラトラー狩りとか、はい、まあ初心者さんおすすめです。 PVP したくない人はね、ひたすらラトラーとか買って走り回ってればね、追えない、結構ね、追えないんですよね、このゲーム。一発で倒せるわけじゃないんで。だからそこの面を生かして、走りつつストライダーを買って、ストライダーだけでもいいかもね。ラトラー結構大変なんで、ストライダー狩るにはもう切ってればいいだけなんで。はい。ってことで、まあ、ストライダー狩り、ラトラー狩りで稼げるという動画でございました。はい。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。生放送もね、夜とか多分まったりやってると思いますんで、興味ある人は見に来てね。ってことでお疲れ様です。